始まりました、寺子屋チャンネル。今回はソロタッチのインタビュー編。前回の授業密着編では iPad を使ってソロ版ができる新しい暗算学習法について密着しました。ゲームやミッションの結果を共有し、達成できた時の喜び合っている姿が心に残りました。今回はインタビュー編。まずは講師を務める吉津先生にお話を伺いました。ソロ版とソロタッチの違いは何かありますか？楽しく通えるってことが一番のいいところだと思っていて、従来のですと一生懸命住宅でやって練習するっていうインプットはとってもたくさんあったと思うんですけども、ソロタッチは週に1回のアウトプットがあって、友達と一緒に競ってやったりですとか、先生にわーって言ってもらったりですとか、そういったアウトプットのところが一番ソロタッチの良いところだと思っています。でも一つが両手式、はい、子供たちも今日こうやってやってたと思うんですけど、はい、やってましたね。こういう1回1回のストロークを15とかだと1、2ってやらないといけないところを1回で1って済ませられることでスピード力も上がるし、でいっぺんに処理することで脳のメモリーも上がるっていう風にソロタッチがやっております。そうなんですね、はい。iPad を使用して学習するということで、学習した記録などは残るんでしょうか？残ります。これがですね、その日にやった問題と、ですね、1週間前にまでに遡ってやった問題の記録、はい、どんな問題やったか、どういう間違いをしたのかっていうのを見ていただけます。でその他に今までのステージをどのくらいの速さでいつクリアしたのかみたいなものも確認していただけますし、はい、クラスのお友達が今週どれくらいやったのかなっていうのも記録として残るの で、 そ、 うなんです、ね、それもモチベーションアップにつながっています。ソロタッチは何歳から始めると良いといった目安など、年齢の目安などはありますか？ソロタッチは年長さんから小児までのお子様が始めていただくように作っておりまして、それよりも小さいとやっぱり難しかったりですとか、それよりも大きいと、紙に数字を書いて筆算でできてしまうっていうことがあるので、イメージがなかなか残りづらいということもあって、算数とかをやっていない、ソロ版をやっていない年長さんから小児までのお子さんの開始をおすすめしています。ソロタッチを子どもの頃から始めるメリットは何ですか？一番大きいのは数字とか計算に対して苦手意識じゃなくて得意意識が育つっていうことだというふうに思っています。ソロタッチは毎日毎日頑張って、ちょっとずつちょっとずつ難しい問題ができるようになっていくっていう仕組みになっておりまして、はい、ちゃんと頑張ればちょっとずつできるようになったんだよっていう体験を子どもたちにしてもらう、でその気持ちを持ってどんな困難なことにもソロタッチじゃなくって他の勉強とかスポーツとか芸術とかにおいても頑張っていったらできるようになるんだっていう気持ち、マインドセットを持ってもらえるっていうのがソロタッチを小さなうちから始めていただくことへのメリットだと思ってます。算数や計算問題に苦手意識のあるお子さんでも通うことはできますか？もちろんです。ソロタッチは初めに得意だなって思って入ってもらうお子さんもいますけど、やっぱりちょっと苦手かもって思って入っていらっしゃるお子さんもたくさんいて、で事前の苦手意識とか得意意識とか全く関係なく、一人一人に合ったレベルとペースでまず一人で自分の問題をこなしていただける仕組みができてます。でかついろんなレベルの子たちがいる中でみんなで一緒にゲームをしたりとか、点数を競ったりとか、今日の記録が何面できたとかっていうのを一緒になってできる、そういった面で苦手でも得意であってもみんなで一緒に暗算名人を目指せる仕組みになってます、はい、どのようなお子様におすすめの習い事教室ですか？算数がまずは数字とかが好きなお子さん、逆にもっとやりたい、できるようになりたいと思ってるお子さんはもちろん、あと iPad で何かやること、タブレットが楽しいって感じるお子さんですとか、はい、あとは世界の友達とつながってランキングとか実際にやるイベントとかでもいろんな国や他の教室のお友達と一緒になってソロタッチ暗算力で競うような、そうなんですね、はい、つながるようなことに興味があるお子さんにぜひおすすめです。iPad を使用して行う新しい暗算学習法を取り入れたソロタッチに通わせてみようと思ったきっかけを教えてください。もともと算数が好きみたいなのと iPad でやるっていうところに興味を惹かれて、本人が興味を惹かれてやってくれそうだったのでやり始めたっていうのと、あとお兄ちゃんもいるので兄弟一緒にゲーム感覚で
勉強というより遊びでやれてるっていうのが一番でした。従来のそろばん教室ですと週2回ぐらいでなかなか自宅での練習ができないのが通常のものだと思ったんですけれども、こちらの iPad を利用すると隙間時間にできるのと、あと毎日練習ができるというのが魅力で通うきっかけとなりました。もともとお子さんは算数や計算問題が得意な方だったんですか？パズルとか積み木を積んですごい複雑な建物を作るとかのが好きだったので、入ったらもうぐんぐんのめり込んでいったので、この子に合ってるんだなって、算数とかやっぱ得意だったんだなって通い始めて気づいたっていうところも反応があります。国語だったり英語の方が得意な傾向があったんですが、直近では好きな科目とか得意な科目何って言うと算数って最初に言うようになったの で、 そ、 うなんです、ね、その意味ではすごく嬉しいことだと思いますね。実際にソロタッチに通わせたことで、はい、計算が早くなったなど何かお子様に変化はありましたか？はい、そうですね、本当にかなり早くなりまして、私もどちらかというと算数は得意な方なんですけど、私よりも算数足し算とか引き算早いので、その成長に驚いております。今後ソロタッチに通う上で何か期待されていることはありますか？いろいろな習い事があると思うんですけれども、何か一つでいいので最後までやり遂げてほしいと。どんな習い事と並行してもソロタッチは頑張れば本当に本人の努力次第一級を目指せると思うので、息子にも最後は一級を取って卒業して、何か一つでいいので自信を持ってこれからの人生歩める糧になってほしいと考えております。皆さん、ソロタッチはいかがでしたでしょうか？寺子屋チャンネルでは習い事の選択肢をもっと増やしたい、そんな思いから今後もリアルな習い事事情をお届けしていきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。